こんばんは、入山亜紀子です。5月3日火曜日、憲法記念日、入山亜紀子のつれづれ日記。今日は関東はお天気もよく、ゴールデンウィークも始まり、渋滞情報が入ってきたり、さまざまな行楽地にたくさんの人がお集まりになっている、そんな様子を拝見しながら、入山はずっと一日自宅で事務仕事に専念できました。そんな中、メールをいただいたり、お花の写真を送っていただいたりしながら、ご家族で過ごされている様子、そしてご実家に帰られている、そんなお便り、ご家族で一緒にどこか行楽地に出かけられたり、そのような様子を微笑ましく感じながら、一日パソコンに向かっておりました。皆様からいただきました綺麗なお花をバッグに流しながら、昨日のコメントにお返事を返したいと思います。柴谷富子さんです。こんばんは、きこちゃん、すごいですね。また次回が決まって、東京の皆さんが羨ましいです。でも和歌山ももうすぐ、楽しみ楽しみ、人生七曲がり、お待ちしていますね、といただきました。ありがとうございます。和歌山にはまだまだ馴染みが少ないので、お客様がご来場いただけるかとても心配しています。どうぞお近くの皆様、おいでいただける方いらっしゃいましたら、和歌山市ルルホール、昭和歌謡お得歌ライブ、昼と夜の部に分かれて、どちらも違う曲をご用意しながら楽しんでいただきたいなと思っています。お力を貸してください。よろしくお願いします。さあ、そして山崎直江先生です。スタンプいただきました。かわいいですね。ありがとうございます。長さんです。うさちゃんのスタンプです。かわいいです。小林秀樹さんです。よかったね秀樹、お疲れ様でした。次の公演無理しないでね、ぼちぼちしっかりね、睡眠しっかりとるのよ、ごめんあなた、と書いてあります。小林さん、ありがとうございます。しっかり睡眠をとりたいなと思います。温かい心、気持ち、元気、素敵だよ、おやすみなさい。秀樹、スタッフにも仲良くしてね、おやすみ、とあります。そうですね、皆さんに優しさで接していきたいなと思います。満月照夫さんです。あこちゃん、お疲れ様。昨夜は声が枯れていましたが、今日は元気ですね。昨日普段と変わらない良い声が出ていました。無理をしないでマイペースで頑張ってくださいね。お疲れ様、よく寝てよく食べてくださいね。おやすみなさい、っていただきました。ありがとうございます。満月さん、本当にちょっと疲れると声に影響するので、体もそして気持ちもしっかりと元気でライブに臨まないといけないなと思った反省点です。ありがとうございます。加藤敦子さんです。あきこさん、こんばんは。 FM チャッピー収録など今日も一日お疲れ様でした。土曜日の放送を楽しみにしています。次回のライブ決定、素晴らしいですね。お忙しいスケジュール、お体くれぐれもご自愛ください。明日も元気に笑顔の一日になりますように。おやすみなさい、といただきました。加藤兼久さんです。こんばんは、あきこさん。 FM チャッピー収録お疲れ様でした。土曜日の放送を楽しみにしています。明日も良い一日になりますように。おやすみなさい、といただきました。ありがとうございます。土曜日の放送楽しみにお待ちください。住貞さんです。お疲れ様です、といただきました。ご無沙汰しています。お元気でしょうか。コメントありがとうございます。小田切隆夫さんです。おやすみなさい、とスタンプいただきました。小田切さん、今日からお仕事再開なさった様子です。ご無理なくゆっくりとお仕事、始められてくださいね。吉村さん、ビューティフルのスタンプをいただきました。中垣さんです。こんばんは、素敵ですね。お疲れ様でした。おやすみなさい、といただいています。
駅中さんです。おはようございます。また素敵なお花をお写真いただいてありがとうございます。長塚雅彦さんです。グーサインいただきました。ありがとうございます。塩田さんです。選ばれた超美人様限定のお花が来ましたよ。まあ本当にね、いつも明るいコメントです。くすっと笑わせていただいてありがとうございます。金崎真紀子さんです。あきこさんおはようございます。たくさんのスケジュール大変お疲れ様でした。お花の投稿も皆さんの花々素敵ですね。さすが色が違いますね。今日もあきこさん輝いていますよ。ファイト。充実した一日をお過ごしください。レッツゴーとちゃぶ台をひっくり返しているまきこさんのアバターです。これは元気が出ますね。西山秀子さんです。パチ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 と拍手いただきました。お忙しい中コメントいただきてありがとうございます。金地区さんです。うさちゃんとにゃんこちゃんのスタンプです。ありがとうございます。原口和美さんです。優雅で美しい笑顔、ユニークな気質に魅了されますといただきました。とんでもございません。ありがとうございます。さあ、そして森沢隆さんです。入山さん、皆さんこんにちは。つれつれ日記800回記念 YouTube ライブ楽しみです。今回も謎謎ありますか？脳トレして頭の回転滑らかにして滑らかにしてチャレンジします。5月15日のエミールさんでの出張ラジオ収録へ参加申し込みお願いします。そして7月24日のエコダマーキーさんでの男歌ライブも参加申し込みします。よろしくお願いします。少しずつイベント開催が増えて楽しみです。元気に笑顔でご活躍くださいといただきました。わー、嬉しいですね。たくさんのイベントご一緒していただけること、とても嬉しいです。ありがとうございます。 YouTube ライブなぞなぞしましょうか。脳トレして頭の回転、やはり毎回するのがいいかもしれませんね。ありがとうございます。そして今岩手にお帰りなんですね。たくさんのお花のお写真いただきました。ご実家のお花でしょうか。素敵ですね。そして桜もまだ咲いてるんですね。やはり気候が違うんだなと見ておりました。牧野明光さんです。秋子さん、皆さんこんにちは。今日は暖かく穏やかな充実した一日を過ごされてよかったです。沼田は寒かったですよ。スキー場で雪が降っていたみたいです。夜には川越に帰宅しましたが、つれづれ日記800回になるんですね。早いですね。つれづれ日記生配信楽しみにしてます。また元気をもらえ楽しめます。5月15日エミールさん、私も参加でお願いします。楽しみにしてます。明日も元気笑顔でご活躍ください。人生七曲がり、義理と情けと愛を乗せて流行り歌間違いなし、みんなで応援してます。舞い上がれファイトといただきました。明光さんもありがとうございます。エミールさん、ぜひご一緒してください。初めての、FM チャッピーの出張収録ということで楽しみにしています。さあ、そして、新さんでしょうかね。こちら台中の出身の方ですね。ありがとうございます。スタンプをいただきました。さあ、そしてアメブロです。ブログにコメントいただきました。玉ねぎ剣士さんです。お疲れ様です。つれづれ日記800回、 YouTube 生配信楽しみです。エコダマーキーさん、次回も決定なんですね。行きたいと書いてくださいました。本当に玉ねぎ剣士さん、いつもありがとうございます。もうその行動力に私とっても元気とやる気いただいています。ありがとうございます。皆様の力はすごいですよ。管理人森沢さんです。こんにちは。つれづれ日記800回おめでとうございます。どんな質問しようか考え中。5月1日エコダマーキンさんでの男歌ライブ最高でした。7月24日のライブ開催の案内を見て今からワクワクしています。人生七曲がり、義理と情けと愛を乗せて対岸成就、ありがとうございますといただきました。千葉県出身田舎町さんです。あきこさん800回おめでとうございますといただきました。ありがとうございます。そしてですね、 YouTube に
コメント返しますね。 YouTube です。牧野明光さんです。あきこさん、皆さんこんにちは。今日は FM チャッピー収録、そして川越で舞台衣装メイクの品物調達とお疲れ様でした。暖かい穏やかな一日、充実した一日でしたね。明日も元気笑顔で充実した一日をお過ごしくださいといただきました。ありがとうございます。川越の方まで行って少し気分転換ができました。はがれチャンネルさんです。こんにちは。 FM チャッピーの収録は2週分だったのですね。放送を楽しみにしています。私ことですが、今日から3日間の連休に入りました。帰省してのんびり過ごしています。新しいライブイベントのスケジュールおめでとうございます。ゴーゴーレッツゴー入山明子と元気いただきました。ありがとうございます。3日間休みなんですね。珍しくの連休だと思います。どうぞ、ご実家でゆっくりのんびりお過ごしください。いつも応援ありがとうございます。りょうぎんさんです。今日は穏やかな天気になっています。遅い時でも毎日のアップ頭が下がります。私もインスタの投稿を4年半で1700余りしているのでよくわかります。あきこさんは映像の編集コメント返しまでされているので、なおさら大変だと思います。無理のないところでしてくださいねと。本当にりょうぎんさん、いつも優しく思いやりのある言葉をいただいてとても嬉しいです。私も時々疲れて寝ながら喋ったり、昨夜もちょっと寝ながら喋っておかしなところがあったんですけれども、今日のように一日、ゆったりと過ごせた日はとても皆様のコメントが嬉しくて、やはり、こうしてお返事を返すこともつながっていると感じる一つの大きな喜びなんだなと思いながら、今日もコメント返ししています。無理なく続けさせていただきたいと思います。皆様にもお知らせしましたが、あさっての5月の5日でつれづれ日記が800日目にあたります。800回続いたんだなと思うと、本当に一人でもと思いながら続けたつれづれ日記です。今も細々とやっておりますけれども、それでも楽しみながら、嬉しく感じてくださる方がいらっしゃるので、これからも続けたいなと思います。さあ、それでは明日も引き続き私は事務仕事、これまでできていなかった細かいところを少しずつ整えて挽回して、また連休明け新たにお仕事に臨みたいなと思っています。皆様もどうぞ素敵なゴールデンウィークを。お仕事の方はお疲れ様です。頑張ってファイトです。そしてお休みの方はゆったりとのんびりと遊びに出かけたり、それぞれの楽しみ方で素敵なゴールデンウィークをお過ごしください。おやすみなさい。